こんにちは、動画ファンの成田です。今回はリモートワークに便利な Chrome の拡張機能、Chrome リモートデスクトップをご紹介いたします。2020年からの新型コロナウイルスによって、また2021年に入って再び緊急事態宣言が出されるなど。 お家で仕事をするリモートワークというのは日常的になってきているのではないでしょうかそんなリモートワーク中にどうしても会社のパソコンにあるファイルを必要としたり会社のパソコンをどうしても使わなければならないということもあるのではないでしょうかそのような時に自宅のパソコンから会社のパソコンをリモート操作できる Chrome の拡張機能 Chrome リモートデスクトップが便利ですいつも使って る gmail などの google アカウントでログインをして簡単に自宅のパソコンから会社のパソコンに接続をしてリモート操作で使うことができるようになっておりますそれでは実際に使い方をご説明していきましょうそれではまず拡張機能の準備から行ってまいりますまず会社側リモート操作を受ける側と自宅側 リモート操作を行う側それぞれのパソコンにこの Chrome の拡張機能 Chrome リモートデスクトップをインストールしますまた利用するインターネットブラウザは Chrome を利用していただきたいのですがどちらも同じ Google のアカウントでログインをしてください Chrome で同じ Google アカウントでログインが完了いたしましたらこちらの解説ページ開いてみてください解説ページは動画の右上のアイマークもしくは動画 の下の説明欄から開くことができます。解説ページに Chrome web ストアの chrome リモートデスクトップへのリンクご用意しております。こちらをクリックしてみてください。そうすると、このように Chrome web ストアの拡張機能 Chrome リモートデスクトップのページが開きます。 こちらのページ開きましたら画面右上のアカウント必ず確認をしてください正しい Google アカウントでログインができているか確認をしてくださいよろしければその下 Chrome に追加というブルーのボタンがありますのでこちらをクリックしますそうすると拡張機能追加してよろしいですかという確認画面が出てまいりますので拡張機能を追加こちらをクリックしますはいそうするとこのように Chrome リモートデスクトップが Chrome に追加されましたという 表示が出てきて拡張機能のインストールは完了となりますでもしこの時このように同期有効にするとかっていう画面出てきた場合はこちらは無視してしまって OK ですしかし今行った作業 もう1台、例えば今行ったのが会社側リモート操作を受ける側のパソコンであった場合自宅側リモート操作を行う側のパソコンも今と全く同じ作業を行ってください。どちらのパソコンも同じ Google アカウントでログインをして Chrome リモートデスクトップの拡張機能をインストールしてください。では続いて、 会社側、リモート操作を受ける側の設定を行ってまいります。まず、どのような画面でも OK です。 クロームを開きましたら画面右上のこのアメーバのようなマークですね拡張機能とありますこちらをクリックしてくださいそうすると拡張機能が一覧で表示されているんですがこの中にクロームリモートデスクトップがございますこちらをクリックして開いてくださいそうするとこのような画面が開きますでこの時に画面右下にクロームリモートデスクトップのアプリをパソコンにインストールしますかという表示が出てくることがございますこれは は後からでも設定することができるようになりますのでとりあえず最初はインストールしないで ok ですインストールしないをクリックして先へ進んでくださいそしてこちらのリモートアクセスの設定というこの真ん中の表示ですね ここにオンにするというボタンがありますのでこちらをクリックしますそうすると名前の選択という画面が出てまいりますここは自分が覚えやすいパソコンの名前をつけてください例えばじゃあ会社のパソコンということで office pc と名前をつけてみましたよろしければ次へをクリックします続いてピンの入力とありますこの後 自宅リモート操作を行う側のパソコンでこの会社のパソコンを開いていくんですが開くためには暗証番号を設定すすする必要ががありりままそれこのにな6桁以上の自分が忘れない暗証番号を同じもの2回入力をしてください。 6桁以上のピン暗証番号を入力をいたしましたら、起動、こちらをクリックします。はい、そうすると画面切り替わりまして、このような表示が出てまいりました。これでこのパソコンを自宅のパソコン、お家のパソコンなどから、 リモート操作ができるようになりましたここで一つ注意事項がありますこのリモート操作を受ける側のパソコンは24時間起動している状態でないといけません電源を切ってしまったりスリープ状態になってしまうと自宅のパソコンお家のパソコンからこのパソコンリモート操作ができなくなってしまいます で例えばパソコンによっては何時間経ったらスリープにするとか何時間経ったらディスプレイの電源を落とすとかっていう設定をされているパソコンもあるかと思うんですがそういった設定すべて切っていただく必要がありますそちらを簡単にご説明しておきましょう Windows スタートボタンをクリックして歯車マークの設定をクリックします設定画面開きましたら 一番最初にありますシステム、こちらをククリックしてください。そして左側メニューの「電源」と「スリープ」こちらをクリックします。そううするとととと画面かかスリープとかといい設定が出てまいりまりで今これ私なしになってるんですが例えばここが3時間とかっていうふうになっていた場合3時間後にディスプレイの電源が切れるとか3時間後にスリープ状態になるという設定になっておりますのでこれはどちらも なしにしにてくださいまた会社のパソコンノートパソコンという方も結構多いのではないかと思いますがノートパソコンはバッテリーを使っている時とあと電源を接続して使っている時と2種類あるかと思うんですけれどもこれも全てなしに 設定をしてくださいまたこの「電源とスリープ」の画面の関連設定のところ「電源の追加設定」こちらをクリックしていただくと今こちらのパソコンはデスクトップパソコンなのでないんですがノーートパソコンののの場合カバーを閉じた時の動作の選択という項目がありますでこちらクリックして開いていただくとこのような設定画面が出てくるんですけれどもカバーを閉じた ときにスリープにするとかディスプレイの電源を落とすとかという設定にしていると例えば誰かが気を利かしてカバーを閉じてしまうノートパソコンのディスプレイの部分ですね上の部分をパタンと閉じてしまうとスリープ状態になってしまったりしますそうするとリモート操作ができなくなってしまいますのでこのカバーを閉じた時の動作というのも何もしないに設定をしておいてください こちら設定をいたしましたら変更の保存忘れずにクリックをしておいてくださいこれがリモート操作を受ける側会社側のパソコンの設定となります では会社側リモート操作を受ける側の設定が完了いたしましたので実際に自宅のパソコンお家のパソコンで会社のパソコンのリモート操作を行ってみましょうでは同じ Google アカウントでログインをした Chrome で画面右上の拡張機能こちらをクリックして Chrome リモートデスクトップをクリックしていきますそううすするととでに先ほど Office PC というこの会社側の パソコンの設定を行いましたのでここにリモートのデバイスというのが表示されておりますオフィス PC というのを作りましたよねこれが表示されておりますこれをクリックしてくださいそうするとこのような画面が表示されてそして PIN の入力画面が出てまいります6桁以上の暗証番号設定いたしましたよねこちらを入力していきます ピンの入力完了いたしましたら矢印ボタンをククリックしていきます。そうすると、はい、このような画面が表示されてこれで今ここに表示されているのは会社側のパソコン。 リモート操作を受ける側ののパソコンの画面が表示されております。で、このように今会社側のパソコンも Chrome のリモートデスクトップの画面が開いているんですけれどもじゃあ例えばこれ最小化ししてみましょうはいそうすると今ここに写っているデスクトップというのは今使っている自宅のパソコンではなくて会社の リモート操作を受けている方のパソコンのデスクトップがこのように表示されております。会社のパソコン利用すするることができるようになっておりますそしてこの今リモートデスクトップで表示されているこの画面右端ちょっと見えづらいかもしれませんがこのように丸にくの字の矢印のマークが右端にございます。 こちらちょっとクリックしてみましょうそうするとこのようなセッションのオプションという画面が出てまいりますこの上から2つ目全画面表示をクリックしていただくと会社側リモート操作を受ける側のパソコンを今自分が使っている自宅のパソコンで全画面表示することができますのでいかにも自宅にいながら会社のパソコン操作しているという感覚がつかみやすいかと思いますそしてまた自宅でお仕事をしていると 例えば会社のパソコンの中にあるファイルを一度自宅のパソコンにダウンロードしてそしていろいろ作業して手を加えた後にもう一度会社のパソコンに戻したいということもあるかと思いますこのセッションのオプションを下へスクロールしていただくとファイル転送というこのような項目がございます この中にファイルをアップロードとファイルをダウンロードというのがありますこのファイルをダウンロードというのがこのリモート操作を受けている会社のパソコンにあるファイルを自宅のパソコンにダウンロードいたしますちょっとやってみましょうファイルをダウンロードこちらをクリックしますそうするとこのような表示が出てまいりますこれは会社側リモート操作を受けている方のパソコンのデスクトップにあるテストというフォル がこのように開いているわけですねそしてこの中のじゃ例えば写真ファイル鹿のファイルこちらをダウンロードしたいという場合は対象のファイルをクリックして開くをクリックするとこのようにダウンロードすることができましたちょっと開いてみましょうそうするとこのように鹿の写真を自宅のパソコンにダウンロードすることができました で今はちょっと写真ファイルをダウンロードしたんですけれども例えばワードとかエクセルとかそういったファイルを一旦ダウンロードしてそしていろいろ手を加えた作業が終わったファイルを会社のパソコンに戻したいという時はこのセッションのオプションの中のファイルをアップロードこちらを行っていきます。こちらをククリックしますすそうすると今今度は今 私が使っている自宅のパソコンのデスクトップにあるテストというフォルダーの中のファイルが一覧で表示されております。じゃあ例えばこのテストというドキュメントファイルワードファイルですねこちらいろいろ手を加えたので会社のパソコンに戻したいという時はこちらをクリックして「開く」をクリックします。 そうするとアップロードが完了いたしましたリモートデバイスのデスクトップでファイルを探してくださいという表示が出ておりますちょっと確認をしてみましょうそうするとこのように会社側リモート操作を受けている側のパソコンのデスクトップにテストドキュメントというファイルがこのように保存されましたこのようにファイルを行ったり来たり移動させることもできるようになっております そして、このセッションのオプションの中の切断、一番上の切断ですね。こちらをクリックすると、じゃあちょっとクリックしてみましょう。そうすると、会社側リモート操作を受ける側のパソコンとの接続が切れて、切断してリモート操作終了することができました。このようにとても簡単にリモート操作で離れた場所のパソコン、例えば会社のパソコンなどを操作することが。 できましたなお会社などそのリモート操作を受ける側のパソコンの所有者にこの Chrome の拡張機能を Chrome リモートデスクトップが利用可能かどうかはきちんと確認をとってください会社の規定などによっては利用できないこともございますのでご注意ください Chrome リモートデスクトップを使えば会社にあるファイルを取りに行くためだけに出社するといった手間も省くことができますしいつでもお家から会社のパソコンをリモート操作してお仕事もスムーズにできるようになります是非お試しになってみてください